ですね、ビートルズの In My Life を、取り上げてやっていきたいと思います。まず今回は、そのギター弾き語りのイントロのパターンなんですが、実際にタンタンタタタタンという、イントロですね。これ、コードだけで言うと A2C4E7C になるんですね。で、弾き語りの時に、ギターの人はメロディーを弾かない、ただコードだけを鳴らしているって、まあそれでも雰囲気は伝えられるんですが、それだとちょっとそのThere are places I remember っていうのと、これだとやはり、メロディーが聞こえた方がよりこの楽曲の持っている、イメージを伝えられると思いますので、今回はちょっとまずそのメロディーの入れ方をやってみたいと思います。まずコードが A コードから E コードなんですが、まず A の時に通常だとこのローコードの A を見てしまいますよね。でメロディー自体がですね、ここにメロディーがあるわけです。で例えば、今のこの音をオクターブ下げてやることもできるんですが、ここだと、5弦の4フレットの C シャープの音になるので、 A の時にこれやっちゃうともうコード自体がもう、C シャープ分の A というふうに分数としてなってしまうので、ちょっとこの選択肢はなくなりまして、オクターブ上げてこの今回の場合は3弦の6フレットで取ることにするんですが、そうするとですね、 A コード6弦の6弦で F コードの F フォームですね、これの A コードを見ておきます。これで5弦の解放が A なのでこの形ですね。そうするとここのコード内にこれがあるわけです。で次のここまでの流れなんですが、この3度で動くパターンになるんですね。このですのででもいいんですが、ちょっと、膨らみを持たせるために3度の和音をつけて、ですね、というふうに、やってみました。解説するとここから、まずここですね、5弦解放、そして、4弦の7フレット薬指、そして、3弦の6フレット中指、そして、2弦と1弦の5フレット人差し指ですね、これをもう押さえておいて、最初は5弦と4弦3弦、次はメロディーが1弦になるので1弦を鳴らす、そして次これこうですね、ですね、3弦と2弦で違うわ、4弦3弦で56、次が79、そして最後は119、この流れです。で最初は薬指と中指なんですが、次薬指と人差し指で79と119とやるとやりやすいです。
最後この2弦の9フレットこの音ですね。この音が、E コードのサードの音ですね。 G シャープですね。なので、これはもう E コードはここで見ておきます。6弦の開放 E なのでここを使って、5弦はなしで、432の7フレットで、ちょっとプラスアルファするときに G シャープの音から A の音、この、2弦の10フレットです。してみてください。それでは失礼します。